はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。1時10分ですね。8月は17日の土曜日でございまして、お昼ご飯にビール計量4缶飲みました。もうすぐ眠たくなるかなっていう感じですね。最近ね、夜はねよく寝てるんですよ。昨日もですね、ガツッとですねウイスキーソーダを飲んでですね寝ました。朝まで寝ましたね。だからあんまり睡眠は足りてるんですけどね。でもね、お昼はどうしても寝たい。お昼寝気持ちいいですからね。はい、行きましょう。お昼ご飯を食べながら見つけた記事でございまして、福島香織先生ですね。これは今日出ました JB プレスの記事です。中国解放軍の幹部人事に不穏な動き、習近平の大静粛か、クーデター勃発か、台湾との戦争準備か、憶測飛び交うということで、長い記事なんですけども3つですね、ヘッドラインまとめていただいてますので、それを読みましょう。1、中国人民解放軍の5大戦区のうち3戦区でトップ括弧司令が交代していたことが明らかになった。2、明らかに異常事態で、習近平国家主席による粛清か、クーデター勃発か、もしくは台湾との戦争準備かといった憶測が飛び交っている。そもそもこうしたデマや憶測が飛び交う背景には、習近平政権に対する高まる不満がある。やがてそれは言霊として現実のものになるだろうかということで、まず五大戦区って、中国って広いから分けるんですよね。分けて5つ大きなのがあるんですけど、そのうち3つでですね、トップが交代してたというんですね。それもその発表があったわけではなくですね、後から分かったということでして、なんと言いますかね、これは福島先生言うには異様なことです。2番目、明らかに異常事態で、いわゆるこう習近平がこいつ気に入らんってすげ替えてるということもあります。習近平政権というか、習近平というあのおっさん、非常に分かりやすいんですよ。分かりやすく独裁者なんですね。で、多分スターリン型の独裁者なんですよ。スターリン型というのはどういうことかというとですね、超独裁なんですけども、ものすごく猜疑心が強い、人に対する猜疑心が強いんで、もしかしてこいつは俺を裏切るんちゃうか、裏切る可能性があるんちゃうかと思ったら、片っ端からそういうやつをですね、こう失脚させていくんですね。で、スターリンはそのままそいつらをですね、収容所に送ったりをしてました。だからスターリン時代にですね、そうやって収容所に送られた人間は合計ですね、2000万人いるんちゃうかというふうに言われています。それくらい恐ろしい時代だったんですけども、習近平もそれをやってるんちゃうかと。で、最近この記事じゃないですけども、トップナンバー2の李強さんという人、元の上海市長なんですけども、これが大抜擢でですね、ナンバー2に昇進したんですね。去年の10月かな、ちゃうわ、2年前かな、2年前の10月に大抜擢で昇進したんですけども、こいつが最近干されてるんですね。で、干されていてですね、習近平をあたかも無視するかのような行動をしてるんです。つまり習近平とナンバー2の間に何かがあったということですね。それまでこの立教というのはですね、習近平のポチだったんですよ。もう親分の言うことは何でもみたいな。それが最近おかしい。だからね、よほど人望がないんでしょうね、習近平というのは。人望がない上に猜疑心が強いからですね、ついそういう変なことをしてしまうんでしょうね。で、これは習近平の粛清か、クーデター勃発か、もしくは台湾との戦争準備かといった憶測が飛び交っている。つまりこの更迭されたですね、三選区のトップというのは、もしかしたらクーデターを企んだんちゃうかというふうに噂はされていると。で、最近ね、中国のメディアでですね、習近平偉いさんが亡くなったんですよ。それも変やんということですね。で、これに福島先生はこの後の記事でですね、要は今悪くなっているのは習近平が悪いと違って集団責任やということをですね、分からせるために習近平職を今薄めてるんちゃうかというふうなことが書いてあります。アーメンで起こったって感じですけど、どっちにしろね、
習近平一人が悪いわけではないんですけども、中国という国の経済が、中国という、そうですね、経済がむちゃくちゃになっていてですね、これはもう取り返しようもないぐらいに、こう、奈落の底に落ちていってるんですね。まあ、だからこれが多分中国共産党を滅ぼす原因になると思うんですけども、経済重要ですからね。でその責任がですね、習近平に集中するのを避けるために習近平来賛を辞めたんちゃうかというふうな憶測もあるというふうに、この、まあ、福島先生の記事は書かれています。3番目、そもそもこうしたデマや憶測が飛び交う背景には習近平政権に対する高まる不満がある。やがてそれは言霊として現実のものになるだろうと。うまいこと言っていない人が多すぎるんです、今の中国で。商売がうまくいかずにお金が足りなくなってる、就職先がない若者、失業した人々ですね、みんなうまいこといかないわけであって、それに対する不満というのがあって、まあ、それが習近平という人にこう集中していくであってですね、これはそのうち大きな出来事になるんちゃうかと私は思ってるんですけどもですね、それを習近平もうすうす感づき始めてですね、自分の責任ではなくしてるんちゃうかというふうな、自分の責任ではないように集団責任やとかっていうためにですね、自分のカラーを進めてるんちゃうかという話も考えられるよということですね。まあそれはいいんですけど、キーはね、軍隊なんですよ。なんていうか、キムちゃんは共産王朝がですね、これから崩れようとするんですけども、そこで決定的な役割を果たすのは軍隊なんですね。軍隊ってもう最強の暴力装置を持ってるわけですよ。軍隊が誰の味方をするかっていうことなんですね。普段は共産党の軍隊なわけですね、人民解放軍というのは。だから習近平の命令一下何でもするというのは軍隊なんですけどもですね、それがですね、習近平の言うことを聞かなくなる、あるいは習近平は鬱陶しいからあれ排除しようというふうに動く、これはクーデターですね、というような動きがですね、もしかしたらですね、あったのかもしれないなと。軍はですね、どうも習近平に対しても不満たらたらみたいですね。それはちょっと兆候がありました。軍のですね、メディアがそういったことをですね、少し匂わせたりしました。で、習近平は軍をむちゃくちゃ恐れています。なぜ一番力を持ってるわけですね。ほんでね、歴代毛沢東から始まってですね、なんとか軍を掌握しようとしてきたわけなんです。で、歴代の共産党の総書記は軍歴がほとんどないんですね。軍出身者っていないんですよ。でも軍を大臣というか、まあ、重要視してるわけでして、なんとかこう自分の思い通りにしようとしてきたわけですね。で、習近平もそれをやってるんですけども、なんか人事をぐちゃぐちゃにこうやったりしてるんですけども、未だにこううまく掌握できていないんちゃうかなという気がします。軍は軍でね、やっぱり軍の都合があるわけですよ。だから今の習近平とは必ずしも軍とは仲良くしていないなという印象がありますね。だからこの三選区のトップをですね、交代させたりしてるわけであって、まあ、いや、中国に何かあるとしたらね、最後は軍なんです。僕はですね、無政府状態になったらですね、各選区というか軍管区というべきですかね、この一つの軍のまとまりごとに軍閥みたいなものができるんちゃうかという気がしています。なんせ暴力装置を持っていますから強いわけですよ。誰もそこに手出せないわけですね。なんでですね、まあ、軍は一つのキー、あれですね、キーです。で、習近平はその管理にですね、かなり苦慮しているというのはこの記事かなという気がしますね。一応貼っておきましょう。 JB プレス、中国解放軍の幹部人事で不穏な動きという記事でございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。